はい、アーキャミ TV かなこです。ということで今日なんですけど、世界大会インターナショナルカップの3バトンを見ていきたいと思います。はい、これはどういうことかというと、前回インターの3バトンの映像を一緒に見ていただいたんですけど、それを見てて、あれ？こんなに落とした本数少なかったっけ？って思ったんですよね。で、私よくよく考えたんですけど、セミファイナルとファイナルで2回踊ってました。で、前回の映像はファイナルの演技でした。なのでセミファイナルの方がめちゃくちゃやばいんですよ。本当に私一度も見たことないんですけど、もうとにかく落としすぎたのをめっちゃ覚えてますもん。それだけは本当に覚えてます。もう本当にガチで涙止まらんし、申し訳なさとか情けなさをすごい感じました。なので前回に引き続き、前回よりもひどい映像になってます。もう本当にね、何本落としたんじゃろ、10本ぐらいじゃないんかな。もうぜひ皆さん温かい心で見てみてください。私のチャンネル TV かなこのバトン部は週に 2、3回、19時半から行ってます。部活に入りたいなーっていう方は、入部希望ボタンという名のチャンネル登録ボタンをポチッと押すだけ。ぜひ入部よろしくお願いいたします。ということで早速見ていきましょう。 TV かなこのバトン部。いやーマジで心臓締め付けられる、うーって感じ。苦しい。始まりましたね。ミュージー怖いよー。なんかもう緊張がすっごい伝わってますね。なんか足プルプル震えとるもん。皆さん伝わりますでしょうか、この緊張感。最悪。もうこれがこの時の本気でしたね。本当にやれることはやったし、全然輪がつながってませんけど、頑張ったんですよこの時。カーンって当たりましたね。もう運動会始まってます。もうああいうのが起こるとやる気なくすというか、もういいやってなりますね。まあ、この時はそんな余裕なかったんですけど。ちょっと待った、めちゃ落とすじゃん。イライラする。マジで見たくない。めちゃ落とすし、技つながらんし、なんで？よし、行こう。もうすぐ落とす。もうなんかバトンと体のタイミングが全然合ってませんね。もう足元もふらついてるし、バトンも安定してない状態なので、まあでも頑張ってました、この時は。本当にね、すごいありがたい経験でしたね。よく頑張った。運動会でした。 Thank you. TV かなこのバトン部。まあでも素晴らしいいい経験でしたね。本当にもう当時はもうあれだけ練習したのになんで？とか、もうめっちゃ自分を責めた記憶があります。で、このあと号泣、もう号泣、もう号泣。バトンの指導員の先生に電話して慰めてもらいました。まあでも本当にこうやって世界の舞台に立てるっていうことを経験させていただいて、もう私はなんか強くなったというか、本当にありがたいなって思いました。失敗して成功してっていうのを繰り返すのが人間だと思うんですよね。まあ、この経験を今後バトンでも仕事でも活かせたらいいなって思います。まあ、本当にひどかったねこの演技。初めて見ました。まさかこんな落としとるとはな。皆さんも悔しい思いとか辛い思いって多分してると思うんですよ。なのでその経験をまた今後に活かして一緒に頑張っていきましょう。ということで今日も最後まで見ていただきましてありがとうございました。